ヘイヒストイム・オーデンバルトは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、オーデンバルト軍に属す、マチソン。ヘイヒストは、オーデンバルト北部、標高175メートルから400メートルの、ミュムリングの谷に位置している。ヘイヒストは、北は、グロースウムシュタットとブロイベルク、東は、リュッツェルバッハ、南は、バート・ケーニヒ、南西は、ブレンスバッハ、西は、オッツベルクこの町は、 クビウのヘイヒスト地区のほか、アンネルスバッハ、ドゥーゼンバッハ、ホルシュテル、ハッセンロートイムオーデンバルト、ヘッチュバッハ、フンメトロート、ミュームリンググルムバッハ、プフィルシュバッハの各地区からなる。ヘヒスターボンチは、他のミュームリングダニと同様に、遅くとも新石器時代以来の入植地である。数多くの石器時代の痕跡やケルト時代あるいは、 ローマ時代の出土品が発掘されている。フンメトロート地区には2世紀のビラルスティカの遺跡も発掘され、屋外博物館として近づくことができる。ヘイヒスト修道院ヘイヒストの最初の文献記録は1156年に登場する。中世には、ブロイベルク家、ベルトハイム博、エップシュタイン家、エアバッハ博などがこの地を治めた。1200年頃には、 アウグスウチノ会のヘイヒスト修道院が建設されたが、宗教改革の後に廃止された。30年戦争の末期にこの集落はほとんどを途絶え、再び歴史に現れるのはかなり後になってからである。ヘッセン州の市長存在編によって、1969年に、それまで独立した町村であったアンネルスバッハが、合併した。1971年に、ホルシュテル、フンメトロと、 プフィルシュバッハ、ハッセンドート、ミュウムリンググルムバッハ、ヘッチュバッハ、ゥーゼンバッハがこれに続いた。1857年以降、ヘイヒストの南東部にあるオブルンバッハ渓谷はオブルンシュルフトとして知られるようになり、変化に富んだ観光地として開発されている。ヘイヒストイムオーデンバルトの町議会は31、議席からなる。二千六年二月五日の選挙で、 ライナーグートは64.3%の票を獲得して町長に選出された。2011年8月31日にグートは健康上の理由で退職し、同年10月11日に死亡した。その後継者として2011年11月20日の決選投票で無所属のホルストビッチュが当選し、2012年1月2日に町長に就任した。 ヘイヒストはヘッチュバッハやミュムリンググルムバッハも同様だが、オーデンバルト鉄道によって、北はハーナウや乗り継いでフランクフルトアムマイン、北西はダルムシタット、南はエアバッハやネッカー渓谷のエーバーバッハと結ばれている。ヘイヒストを通って南北に走る連邦道 B45 号線の車両通行量増大に伴い、現在西バイパスが建設されており、 これが完成すると町の中央部を取り巻く環状道路となる。加えレシは2005年7月27日に取り行われ、2008年末に全長 2.8km が完成の予定である。1964年に総合学校のエルンスとゲーベルシューレが開校した。ヘイヒスト修道院にはプロテスタント教会が運営する青少年教育施設がある。ありがとうございます。